私は高校卒業まで競技エアロビックに携わっていて、小さい頃からエアロビックのインストラクターをしたいと思っていました。でそのインストラクターと体育の教員迷っている時期に大学入学があったので、4年生の大学に行って免許をとりあえず取っとこうと思ってとりあえず入学したんですけど、4年間生活している中でやっぱりエアロビックのインストラクターになりたいっていうのと、大学3年生夏に行かせていただいたインターンで子どもたちと関わる機会が多くて、その機会を与えてもらった時に子どもに携わりたいなっていうことを強く思って、幼児体育も扱っている会社に就職しようと思いました。大学3年生の10月からインターンに行き始めて、インターンに行き始めて12月1月頃に業種を絞ろうと思って、私はもともとフィットネス業界に就職したかったんですけど、それ以外の業界も一度見てみて、フィットネス業界に本当に進んでいいのかを確定させたくて他の業種も見ました。で2月からフィットネス業界に絞って企業研究をし始めて、3月から就職活動を本格的に始めました。とにかく素直に自分の思ったことをやりたいことを面接の人に伝えて、あとは笑顔を絶対忘れず面接に挑みました、はい、明るく元気に素直に気持ちを伝えてください。